私は日本共産党を代表して安倍総理に質問します。まず安保法制、戦争法の問題です。安倍政権は昨年11月、安保法制に基づいて南スーダン PKO に派兵されている自衛隊に駆けつけ警護などの新任務を付与しました。重大なことは、安倍政権が内戦状態が続き戦闘が繰り返されている南スーダンの深刻な現実に目をつぶり覆い隠す極めて無責任な態度を取っていることです。三つの点について総理の見解を伺います。一つ、南スーダン政府軍によって国連 PKO に対する敵対的行為が繰り返されているという事実を認めますか。昨年12月の党首討論で私がこの問題を晒したのに対して、総理は南スーダンのキール大統領は自衛隊を歓迎していると答弁しました。しかし建前は歓迎でも、実態は国連 PKO に対する敵対的行為が持続的、組織的、恒常的に繰り返されていることは国連報告書が克明に述べていることです。こうした下で駆けつけ警護を行えば、自衛隊が南スーダン政府軍に対して武器を使用することになり、憲法が禁止する海外での武力行使となる危険性があることは明らかではありませんか。二つ、国連 PKO に参加する陸上自衛隊幹部が首都ジュバで昨年7月に大規模な戦闘が発生した際の状況を記録した日報を廃棄していたことが明らかになりました。陸自は廃棄の理由として上官に放棄したからと説明していますが、こういう理由で廃棄がまかり通れば、組織にとって都合の悪い文書はすべて闇に葬られ、国民は南スーダンで自衛隊が置かれている状況について知るすべがなくなるではありませんか。総理、日報を廃棄した自衛隊幹部の行為を是とするのか非とするのか、明確な答弁を求めます。三つ、昨年12月、大量虐殺を回避するために国連安全保障理事会に提出された南スーダンに対する武器輸出を禁止する決議案に、日本政府は中ロなどとともに棄権し廃案にしてしまいました。米国のパワー国連大使は、棄権した国々に対して歴史は厳しい審判を下すだろうと批判しましたが、総理はこの批判にどう答えますか。決議案に賛成すれば、日本政府が現地の危機的な状況を自ら認めることになる。これが棄権した理由ではありませんか。自衛隊の派兵を続けるために、大量虐殺の悲劇を抑え込むための国際社会の努力を妨害するとは、理不尽極まりないことではありませんか。自衛隊への新任務付与を直ちに撤回し、自衛隊を南スーダンから速やかに撤退させ、日本の貢献を非軍事の民生支援、人道支援に切り替えることを強く求めます。日本共産党は、憲法違反の安保法制戦争法を廃止し、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回するために、他の野党、市民の運動と連携し、全力を挙げることを表明するものであります。次に、経済政策はどうあるべきかの根本について質問します。まず、今日までの20年間に日本の経済社会にどのような変化が生まれたかについて、総理の基本認識を伺います。私は3つの特徴的な変化が生まれたと考えます。第1の特徴は、富裕層への富の集中が進んだことです。純金融資産5億円以上を保有する超富裕層では、一人当たりが保有する金融資産はこの20年間で 6.3 億円から 13.5 億円へと2倍以上に増えました。第2の特徴は、中間層の疲弊が
進んだことです。労働者の平均賃金は1997年をピークに年収で55万6千円も減少しました。政府の国民生活基礎調査ではこの20年間で生活は苦しいと答えた人が 42% から 60% と大きく増える一方で、普通と答えた人は 52% から 36% と大きく減りました。第3の特徴は貧困層の拡大が進んだことです。この20年間で働きながら生活保護水準以下の収入しかないワーキングプア世帯は就業者世帯の 4.2% から 9.7% と2倍以上となりました。貯蓄ゼロ世帯は3倍に急増し 30.9% に達しています。総理、事実の問題として今日までの20年間に富裕層への富の集中、中間層の疲弊、貧困層の拡大が進んだという認識がありますか。その認識があるのならば、格差と貧困を正し、中間層を豊かにすることを国の経済政策の根本に据えるべきだと考えますが、いかがですか。答弁を求めます。日本共産党は格差と貧困を正す経済民主主義の改革として、次の4つの改革を提案するものです。第1は税金の集め方の改革です。格差拡大に追い打ちをかける消費税増税は中止し、富裕層と大企業に応分の負担を求める税制改革を実行すべきです。特に日本では株の配当と譲渡に対する税率は 20% と欧米主要国の30から 40% と比べて著しく低い大株主天国となっており、年収1億円を超える富裕層ほど所得税の負担率が軽くなる逆転現象が生まれています。大株主優遇の不公平税制の是正は急務であります。経済同友会が昨年10月に発表した税制改革提言でも、高所得者層の実効税率の適正化を図るためにも、株式等譲渡所得及び配当所得への課税を強化する必要があると提言しています。大株主優遇税制の是正は、日本共産党から今や財界まで求める税制改革であり、直ちに実行すべきと考えますが、いかがですか。第2は、税金の使い方の改革です。5兆1000億円と史上最高となった軍事費や、不要不急の大型開発にメスを入れ、社会保障、教育、子育て支援など、格差と貧困の是正につながる予算を増やすべきです。自公政権が2000年代になって始めた社会保障費の自然増削減額は、合計3兆3000億円に上ります。総理が施政方針で、これを改革の成果と自慢したことには驚きました。自然増削減の一つ一つが、年金、介護、医療、生活保護など、社会保障のあらゆる分野での制度改悪の傷跡を作り出しています。それによる国民の苦しみの声は耳に入らないのですか。財源がないと言いながら、第二次安倍政権だけで4兆円もの法人税減税が行われています。一方で、社会保障費の自然増を削りに削って3兆3000億円、他方で大企業を中心に4兆円もの減税ばらまきを行う。これはあまりに歪んだ政治ではありませんか。社会保障費の自然増削減路線を中止し、拡充へと舵を切り替えるべきではありませんか。答弁を求めます。総理は施政方針で給付型奨学金を創設すると表明しましたが、その規模はスズメの涙としか言いようのないものです。対象はわずかに2万人、
住民税非課税世帯で、かつ成績優秀者に限定される。学生55人にたったの一人です。私は率直に言って、こうした制度設計を行った政府の認識が根本から間違っていると言わざるを得ません。この20年間に奨学金は貸与額で約5倍、貸与人員で約4倍に急速に拡大し、今や学生の2人に1人は奨学金を借りています。総理はその原因はどこにあるとお考えか。この20年間に中間層の所得が減少し、貧困層が拡大し、学費の値上げもあり、若者自身が借金をしなければ大学に進学できない社会に急速に変わってしまった結果に他なりません。この現実を正面から直視した改革が必要ではありませんか。日本共産党は月額3万円の給付型奨学金を70万人、学生総数の4人に1人に支給する制度をまず創設し、規模を拡大することを提案するものであります。第3は働き方の改革。8時間働けば普通に暮らせる社会への回復であります。格差と貧困の拡大、中間層の疲弊の根底には人間らしい雇用のルールの破壊があります。その最大の特徴は、労働者派遣法の連続改悪をはじめとする労働法制の規制緩和によって、この20年間で非正規雇用労働者の割合が 20% から 37% へと急増したことです。それは労働者全体の賃下げ、労働条件全体の悪化をもたらし、正社員には異常な長時間過密労働の常態化を招きました。それは働く人の体と心を深く傷つけ、過労死・過労自殺の労災認定件数は1998年度の52件から2015年度には189件へと4倍近くに激増しました。昨年電通の若い女性社員が労災認定され大きな社会問題になりましたが、こうした痛ましい出来事は個々の企業の問題ではありません。それにとどまりません。自民党政治が作り出した政治災害と言わなければなりません。総理にその自覚はありますか。お答えいただきたい。総理は施政方針で同一労働同一賃金を実現すると述べました。しかし政府が作成したガイドライン案は、基本給の格差を容認するなど、正規と非正規との格差を固定化する危険を変えたものとなっています。本気で格差をなくすというのなら、労働者派遣法を抜本改正して非正規から正規への流れを作るとともに、労働基準法、男女雇用機会均等法、パート労働法、派遣法などに均等待遇、同一労働同一賃金の原則を明記すべきです。総理にその意思はありますか。総理は施政方針で長時間労働の是正に取り組むと述べました。それならば、まずいくら残業しても残業代を1円も払わなくても済む制度、高度プロフェッショナル制度を導入する残業代ゼロ法案を撤回すべきであります。総理は抽象的なスローガンを叫ぶだけでは世の中は変わらない。時間外労働の限度は何時間なのか具体的に定めることですと述べました。日本共産党は、残業は週15時間、月45時間以内という厚生労働大臣告示を直ちに法定化すること、インターバル規制、連続休息時間として EU 並みの最低11時間を確保することを具体的に提案しております。我が党の提案に対して抽象的なスローガンでなく具体的な答弁を求めるものであります。第4は産業構造の改革です。大企業と中小企業で働く労働者の間には、事業所規模で見ても中規模で大企業の約6割、小規模では5割程度という大きな賃金格差が存在しています。総理は同一労働同一賃金と言いますが、
大企業と中小企業の賃金格差を解消する意思はありますか。1999年に開発された中小企業基本法は、それまでの基本法が掲げていた中小企業と大企業の格差是正の理念を捨て去ってしまいました。強いものを育てるという政策の下で中小企業の淘汰が進み、1999年には423万だった小規模事業所が2014年には325万に、実に98万も激減しました。格差拡大という理念と政策目標を中小企業政策の基本に据え直すべきです。総理にその意思はありますか。答弁を求めます。日本共産党は 1% の富裕層と大企業のための政治から 99% の国民のための政治へと経済政策を抜本的に切り替えるために全力を挙げて奮闘するものであります。次に、外交政策はどうあるべきかの根本について質問します。総理は施政方針で500回以上の首脳会談を行ってきたと自賛しました。しかし問題はその中身であります。安倍首相の外交の最大の致命的問題点は、異常なアメリカ追随外交にあります。私は2つの問題について総理の姿勢を正したいと思います。第1は核兵器廃絶の問題です。昨年12月、国連総会は核兵器禁止条約の締結交渉を開始する決議を賛成113カ国という圧倒的多数で採択しました。2ヶ月後には国連本部で締結交渉が開始されます。この動きは文字通り画期的意義を持つものです。核兵器禁止条約を仮に最初は核保有国が拒否したとしても、国連加盟国の多数が参加して条約が締結されれば、核兵器は人類史上初めて違法化されることになります。そうなれば、核保有国は法的拘束は受けなくとも、政治的道義的拘束を受け、核兵器廃絶に向けて世界は新しい段階に入ることになるでしょう。ところが日本政府は、アメリカの圧力に迎合して、この歴史的決議に反対票を投じました。総理、地球儀俯瞰外交と言いますが、一体どこに目をつけているんですか。核兵器廃絶を求める世界の画期的な流れがあなたの目には入らないのですか。唯一の戦争被爆国の政府にあるまじき日本国民の意思を踏みにじる態度ではありませんか。しかと答弁をいただきたい。第二は、沖縄をはじめとする在日米軍基地の問題です。総理は施政方針で日米同盟の強化を前面に打ち出し、名護市辺野古の新基地建設を強権的に進める姿勢をあらわにしました。沖縄の基地負担軽減といいますが、今進められていることは正反対のことです。北部訓練場の一部返還の代償に東村高江のオスプレイ着陸隊の建設が強行されました。辺野古新基地は普天間基地の移設などという生易しいものではありません。1800メートルの滑走路を2本持ち、強襲揚陸艦も接岸できる軍港を持ち、耐用年数200年の最新鋭の巨大基地が作られようとしています。沖縄の海兵隊基地を世界への殴り込みの一大拠点として抜本的に強化し固定化する、これが今進められていることの正体ではありませんか。沖縄では名護市長選挙、県知事選挙、総選挙、参議院選挙と繰り返し新基地建設反対の圧倒的審判が下されています。総理、日米同盟のためなら沖縄県民の民意を踏みにじっても構わないというのがあなたの立場ですか。辺野古新基地建設は断念し、普天間基地の無条件撤去を求めてアメリカと正面から交渉すべきではありませんか。昨年12月、米海兵隊のオスプレイが名護市の海岸に墜落しました。不時着じゃありません、墜落です。
米軍は事故後わずか6日でオスプレイの訓練を再開し、事故後3週間余りで空中給油の訓練も再開しました。驚くべきことに、安倍政権はいずれに対しても理解すると表明しました。日本の捜査機関が独自の情報を何も持っていないのに、さらには米軍の調査でも事故原因が特定されていないのに、理解するとは一体どういうことですか。沖縄県民や国民の安全よりも日米同盟を優先する、主権国家の政府とは言えない恥ずべき態度ではありませんか。答弁を求めます。トランプ米国新大統領が米国第一を宣言するもとで、今後日本に対する軍事的財政的負担の強化を求めてくる可能性があります。その時に日本政府がこれまでのような日米同盟第一、日米同盟絶対という硬直した思考を続けるなら、その矛盾はいよいよ拡大し、対応不能に陥ることになるでしょう。日本共産党は異常なアメリカ追随外交を根本から見直し、対等、平等、友好の日米関係に切り替えることを強く求めて戦うものであります。総理は施政方針で憲法改定案を作るため、憲法審査会で具体的な議論を深めようと改憲への前のめりの姿勢をあからさまにしました。端的に2問伺います。第一に、総理は新しい国づくりのためには憲法改定が必要だと主張していますが、総理の考える新しい国づくりにとって現行憲法のどこが問題で、どう変えなければならないとお考えなのか、具体的に提示していただきたい。第二に、自民党改憲案は憲法9条2項を削除して国防軍創設を明記するとともに、公益及び公の秩序の名で基本的人権の大幅な制約を可能にするなど、憲法によって権力を縛るという立憲主義を全面的に否定するものとなっています。この案はきっぱり撤回すべきではありませんか。答弁を求めます。日本国憲法は憲法9条という世界で最も進んだ恒久平和主義の条項を持ち、30条にわたる極めて豊かで先駆的な人権規定が盛り込まれています。変えるべきは憲法ではありません。安保法制の強行に見られるような憲法をないがしろにした政治こそ変えるべきであります。最後に、共謀罪法案について質問します。政府は名前をテロ等準備罪に変えて今国会に提出しようとしています。法案のレッテルを貼り替えても、共謀すなわち相談計画しただけで犯罪に問えるという本質は変わりません。それは犯罪の実際の行為のみを罰するという刑法の大原則に真っ向から反するだけでなく、日本国憲法第19条が犯してはならないとする国民の思想や内心を処罰の対象とする違憲立法に他なりません。政府はオリンピック・パラリンピックに向けてテロを防ぐ国際組織犯罪防止条約を締結するためという新たな口実を持ち出していますが、そもそもこの条約はマフィア、暴力団などによる経済犯罪への対処を目的にした条約です。テロ対策というならば、日本はすでにテロ防止のためのすべての条約を締結し、国内法も整備しています。テロ対策の名で国民を欺き、国民の思想や内心まで取り締まろうという共謀罪は、物言えぬ監視社会を作る現代版の治安維持法に他なりません。提出の企てを直ちに断念することを強く求めて、私の質問を終わります。
内閣総理大臣安倍晋三君。志位和夫委員長にお答えをいたします。ネムスーダン PTO についてお尋ねがありました。ご指摘の撤退行為が何を意味するものか必ずしも明らかではありませんが、国連の報告書においてアンミスに対する移動制限等が報告されていることは承知しています。他方、南スーダン政府自身はこれまで累次の機会にアンミスへの協力を表明してきています。また自衛隊に対しては南スーダンのキル大統領から、また政府内で反主流派を代表するタマンデン第一副大統領からも感謝の言葉が表されており示されており、南スーダン政府によるアンミス及び自衛隊に対する受け入れ同意は安定的に維持されているものと考えています。このように南スーダン政府が自衛隊に敵対するものとして登場しないことを確保していることから、自衛隊が南スーダン政府との間で可決性警護の任務に基づき武器を使用する事態が生じることは想定されず、自衛隊が憲法の禁ずる武力の行使を行うことはありません。南スーダン PKO の日本についてのお尋ねがありました。ご指摘の日報は南スーダン発展施設部隊が毎日上級部隊に報告を行うために作成している文書であり、公文書等の管理に関する関係法令及び規則に基づき取り扱っている旨の報告を受けています。なお日本の内容は報告を受けた上級部隊において南スーダンにおける活動記録として整理保存されていると承知しています。いずれにせよ、行政機関の作成した文書については関係法令等に基づいて取り扱いを行うべきことは当然と考えております。政府としてはこれまでも南スーダン PKO 活動についてさまざまな機会を捉えて国民の皆様への丁寧な説明を心がけており、今後とも適時適切な説明に努めてまいります。南スーダン制裁に関する安保理決議案についてのお尋ねがありました。我が国は南スーダン政府が状況改善のための取り組みを進める中で、制裁決議案が南スーダンの平和と安定に資するものだかとの観点から検討を行いました。大切なことは、南スーダンの状況を改善し、平和と安定を図ることです。そのためには、南スーダン政府が進めている PKO 部隊の増強や状況に向けた協力や国民対話の実施など、前向きな取り組みを後押しすることが重要です。また当時、南スーダン政府は新たに創設が決定されていた PKO 部隊の即時受け入れを閣議決定したばかりでありました。このため、米国とは異なる判断となりましたが、そのようなタイミングにおいて、武器禁輸及び主要な当事者への制裁を行うことは、生産的ではない我が国として判断をしたものであります。現地の危機的な状況を自ら認めることになることが危険した理由との指摘は全く的外れであります。また他国の意見の逐一についてコメントすることは差し控えたいと思います。これまでも我が国は自衛隊派遣のみならず、人道支援や民生支援などで大きな貢献を行い、南スーダンや国連をはじめ国際社会から高い評価を受けています。今後とも現地調整について緊張感を持って注視しながら、国際社会の平和と安定に貢献していく考えであります。貧困と中間層についてお尋ねがありました。安倍内閣が進めている政策は、成長と分配の好循環を作り上げていくというものです。成長し、富を生み出し、それが国民に広く均転され、多くの人たちがその成長を享受できる社会を実現していきます。格差等の問題について、例えば相対的貧困率については、長期的に緩やかに上昇する傾向にありましたが、昨年公表された全国消費実態調査では、集計開始以来初めて低下しています。特に子どもの相対的貧困率は15年前の 9.2% から10年前に 9.7% と上がり、5年前に 9.9% とさらに上がったものが今回 7.9% と2ポイント
改善しています。これは初めてのことであります。これはアベノミクスの成果により雇用が大きく増加するなど経済が好転する中で子育て世帯の方々の収入が増加したことによるものであります。こうした状況をさらに推し進めるため、一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジである働き方改革を加速してまいります。同一労働同一賃金を実現し、正規と非正規の労働者の格差を埋め、若者が将来に明るい希望が持てるようにすることにより中間層が厚みを増すことにつながると考えています。アベノミクスをさらに加速させ、こうした取り組みを続けることにより格差が固定化されず、何でもチャンスがあり頑張れば報われる社会を作り上げてまいります。消費税率引き上げの中止等についてお尋ねがありました。消費税率の 10% への引き上げは世界に冠たる社会保障制度を次世代に引き渡す責任を果たすとともに、市場や国際社会からの国の信任を確保するために必要であり、中止することはありません。その増収分は全額社会保障の充実安定化に充てられることとしており、所得の再分配に資するものであります。ご指摘の金融所得課税については、平成26年から上場株式等の配当及び上等益について地方税を含め 10% の軽減税率を廃止し、地方税を含め 20% の本則税率としたところであります。加えて安倍内閣においては、税制の再分配機能の回復を図るため、所得税の最高税率の引き上げ、給与所得税、給与所得控除の見直し、相続税の最高税率の引き上げ等を講じてきたところであります。今後の税制のあり方については、これまでの改正の効果を見極めるとともに、経済社会の情勢の変化等も踏まえつつ検討する必要があるものと考えております。平成29年度予算と社会保障等についてのお尋ねがありました。平成29年度予算は経済財政再生計画の2年目にあたる予算であり、現下の重要な課題に的確に対応しつつ、経済再生と財政健全化の両立を実現するものとして適切に編成しています。防衛関係費については、厳しさを持つ安全保障環境を踏まえ、中規模営力整備計画の対象経費として、南西地域の島しょ部における防衛体制の強化等のために必要な経費を計上しています。また公共事業関係経費については、厳しい財政状況も踏まえ、豪雨台風災害等を踏まえた防災減災対策などへの重点化を行い、全体として前年度同水準としたところであります。社会保障に関しては、少子高齢化が進行する中で社会保障費の伸びが引き続き見込まれる中、持続可能な社会保障制度を構築するために、医療や介護などの給付と負担のあり方について普段の見直しを行いつつ、社会保障税一体改革や日本一億総活躍プランに掲げた充実を図ってきたところです。具体的には、社会保障の充実について、安定財源を確保して保育介護の受け皿整備や年金の受給資格期間の短縮などを実施することとしたほか、保育士介護人材等の処遇改善を実施することとしております。ご指摘の格差と貧困の是正につながる予算についても、先ほど申し上げた社会保障の充実のほか、返還不要の寄付型奨学金の創設に加え、無利子奨学金の拡充を行っています。また幼児教育の無償化について、低所得世帯や一人親世帯等の負担軽減策の拡充を行っています。なお安倍内閣において平成27年度、28年度に取り組んだ法人税改革は、課税ベースの拡大等により、財源をしっかりと確保しながら税率を引き下げたものであり、ばらまき減税とのご指摘は当たりません。給付型奨学金についてのお尋ねがございました。教育投資は未来への投資、先行投資です。特にどんなに貧しい家庭で育っても、夢を叶えることができるよう、誰もが希望すれば進学できる環境を整えなければなりません。このため、これまでも
奨学金制度の充実、授業料免除の拡大などに取り組んできたところであります。来年度からは成績にかかわらず必要とするすべての学生が利子の奨学金を受けられるようにするとともに、返還不要の給付型奨学金制度を新たに創設することといたしました。意欲と能力があるにもかかわらず経済的理由によって進学を断念せざるを得ないということがあってはなりません。高等教育について家庭の経済状況にかかわらず必要とするすべての子どもが機会を与えられるようにしていきたい。今後とも必要な財源を確保しつつしっかりと取り組んでまいります。労働法制に関するお尋ねがありました。1年余り前、入社1年目の女性が長時間労働によって過酷な状況の中、自ら命を絶ちました。このような悲劇を二度と繰り返してはならない。正規非正規にかかわらず過剰労働で苦しむ人々がいなくなるよう、労働基準監督機関による監督指導を徹底するとともに長時間労働の是正に取り組みます。平成27年に成立した労働者派遣法改正法は、正社員を希望する方にその道が開けるようにするとともに、派遣を積極的に選択している方については待遇の改善を図るものです。施行状況についてはしっかりと注視し、その目的が達成されるよう努めてまいります。なお、非正規雇用を取り巻く雇用環境については、不本意ながら非正規の職に就いている方の割合は前年に比べて低下、働き盛りの55歳未満では2013年から15四半期連続で非正規から正規に移動する方が正規から非正規になる方を上回っているなど、着実に改善しています。また2014年については、正規雇用労働者が第一次安倍内閣以来8年ぶりに前年比でプラスに転じ、26万人増加しました。正社員の有効求人倍率も 0.90 倍と調査開始以来過去最高となっています。平成29年度予算においても、非正規から正社員への転換などを行う事業主へのキャリアアップ助成金の拡充など、企業における正社員転換や待遇改善の強化を進めることとしています。同一労働同一賃金についてお尋ねがありました。正規と非正規の間の待遇差については、昨年末に公表したガイドライン案において、均衡だけではなく均等にも踏み込み、職務内容や人材活用の仕組みなどが同じであれば同一の待遇を保障し、違いがあれば違いに応じた待遇を保障することとしています。このような考え方に沿って、3月の働き方改革実行計画の取りまとめを受けて、法改正の早期国会提出を目指し立案作業を進めます。なお、欧州の法制度においても、待遇差そのものではなく合理性のない待遇差を禁止していると承知しています。長時間労働是正についてのお尋ねがありました。現在提出している労働基準法改正案は、長時間労働を是正し、働く人の健康を確保しつつ、その意欲や能力を発揮できる新しい労働制度の選択を可能とするものです。残業代ゼロ法案といったレッドの針の批判に明け暮れていては、中身のある議論はできないと考えます。政府としては、実践会議で取りまとめる3月の実行計画に沿って、いわゆるサブログ協定でも考慮ことができない罰則付きの時間外労働の限度が何時間か具体的に定め、法改正に向けて作業を加速し、早期に法案を提出します。またインターバル規制については、中小企業の助成金の創設などを通じて規制導入について環境整備を進めます。大企業と中小企業の賃金格差及び中小企業政策の基本についてお尋ねがありました。安倍政権の中小企業政策は、多様で活力のある成長発展を図ることを目的としています。ご指摘の大企業と中小企業の間の賃金格差は、中小企業の労働生産性が大企業に比べて低
いことが要因であります。これを改善するため、自助努力を支援するという原則に立ちつつ、多様な中小企業が生産性を高め、賃金の引き上げを行えるようしっかりと支援してまいります。具体的には、一定の要求を満たす経営計画を持った企業であれば、赤字であっても活用できる固定資産税の軽減措置や低利融資等の支援を創設しました。これを製造業から小売サービス業にも拡大することで、商店街等における攻めの投資を促します。下請け中小企業の取引条件改善に向けて、50年ぶりに下請け代金の支払いについて通達を見直し、現金払いを原則としました。さらに下請け法の運用基準を13年ぶりに抜本改正し、金型を無料で保管させるなど、コストの一方的な押し付けが禁止されていることを明確にしました。小規模事業者については、経営者の高齢化等により減少していますが、安倍政権では平成26年に成立した小規模企業振興基本法に基づき、販路開拓に対する助成など支援施策を充実させています。引き続ききめ細かな取り組みにより、中小企業の賃上げを後押しし、成長と分配の好循環を実現してまいります。核兵器廃絶に関するお尋ねがありました。核兵器を廃絶するためには、核兵器国がそれに同意することが必要不可欠であります。ご指摘の核兵器禁止条約の交渉開始決議については、最初から核兵器国は一国たりとも交渉に参加せず、決議にも賛成しませんでした。この決議は、核兵器国と非核兵器国の間の亀裂を一層深め、核兵器のない世界の実現をさらに遠のかせてしまう結果となることから、我が国は反対しました。米国の圧力に屈したとの批判は当たりません。先ほど南スーダンの件では米国に賛成しろと迫り、今度は米国の圧力に屈したと批判をしている。これはまさにちぐはぐではないでしょうか。我が国は唯一の戦争被爆国としては、核兵器のない世界の実現に向けて国際社会の取り組みをリードしていく使命を有しています。我が国としては、核兵器国と非核兵器国の双方に協力を求め、核兵器のない世界の実現に向けて現実的かつ実践的な取り組みを重ねてまいります。沖縄における基地負担軽減についてのお尋ねがありました。北部訓練場4000ヘクタールの返還は、 0.96 ヘクタールのヘリパッドを既存の訓練場内に移設することにより、20年越しで実現したものであり、沖縄県内の米軍施設の約2割、本土復帰後最大の返還であります。地元の国頭村や東村からは、国立公園の指定、世界自然遺産への登録を目指すとして早期返還の要望を受けていたものであり、基地負担軽減に大きく寄与するものであります。普天間飛行場の辺野古移設のための埋め立て面積は、全面返還される普天間の面積の3分の1以下であり、滑走の長さも大幅に短縮されています。滑走路が2本になるのは、地元の要望を踏まえ、離陸・着陸のいずれの飛行路も海上になるよう V 字型に配置するためです。これにより騒音も大幅に軽減されます。また岸壁の整備は、故障した航空機を搬出する運搬用の接岸のためのものであり、強襲揚陸艦の運用を前提とするものではありません。このように沖縄の海兵隊基地を抜本的に強化・固定化するとのご指摘は全く当たりません。沖縄における選挙の結果については、いずれの選挙の結果も真摯に受け止めております。沖縄の基地負担の軽減を図ることは政府の大きな責任です。
同時にこの思いは国も沖縄の皆さんも同じであり変わらないはずだと思います。政府の進めている負担軽減の取り組みが沖縄の民意を踏みにじるとのご指摘は当たりません。引き続き地元の皆さんのご理解を得る努力を続けながら普天間の全面返還に向けて全力で取り組んでまいります。オスプレイの事故についてのお尋ねがありました。オスプレイを含め米軍機の飛行安全の確保は米軍が我が国に駐留する上での大前提です。先般のオスプレイの不時着水事故については事故後飛行停止と空中給油訓練の停止措置が取られましたが、その再開にあたっては米軍だけの判断ではなく日米で協議を行い、日本政府においても防衛省自衛隊の専門的知見及び経験に照らして独自に分析を行いました。その結果、米国が事故を引き起こした可能性のある各種要因に有効であると思われる対策を幅広く取っていることを確認しました。また今後とも空中給油訓練は陸上から離れた場所でしか行わないことも確認しています。これらのことから日本政府として再発防止について有効な対策等が取られていると判断したことから、その再開については理解できると述べたものであります。いずれにせよ沖縄県民や国民の安全よりも日米同盟を優先するとのご指摘は全く当たりません。続き事故の再発防止を強く求めるとともに米側と連携を密にして安全確保に万全を期してまいります。憲法改正についてお尋ねがありました。憲法改正は国会が発議し最終的に国民投票において国民が決めるものであり、どの条文をどのように変えるかは国民的な議論の末に修練していくものです。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義といった現行憲法の基本原理を堅持することは当然のことでありますが、新しい時代にどのような憲法がふさわしいのか、各党各会派がそれぞれの意見を持ち寄り、国会の憲法審査会において議論が深められ具体的な姿が現れてくることを期待したいと思います。国際組織犯罪防止条約の国内担保法の整備の必要性についてお尋ねがありました。東京オリンピック・パラリンピックの開催を3年後に控える中、テロ対策は喫緊の課題です。すでに187の国と地域が締結している国際組織犯罪防止条約の締結は、テロの未然防止のために国際社会と緊密に連携する上で必要不可欠であります。国内担保法の在り方については現在、犯罪の主体を一定の犯罪を犯すことを目的とする集団に限定し、準備行為があって初めて処罰の対象とするなど、一般の方々がその対象となることはあり得ないことがより明確になるよう検討を行っているところであり、国民の皆様のご理解を得られるような法整備に努めてまいります。なお、現在政府が検討しているテロ等準備罪は、テロ等の実行の準備行為があって初めて処罰の対象となるものであり、これを共謀罪と呼ぶのは全くの誤りであります。